はい、皆さんこんばんみ、グッズでございます。今回ね、Nintendo Switch ナノソフト、モフモフ聖衣戦士ですね。獣たちが戦う、獣たちが戦う格闘ゲームです。なんかね、Twitter見たところ、一人でね、プログラムしたらしいんですよね。まあ、何かおると思うんですけど、結構、なんかね、最初一人で全部やったらしいんですよ。そのゲームがね、やってみましたから、素晴らしいっす。めっちゃ素晴らしい。何やろうね、昔の感じなんやけど、まあ、やってみようかな。まあ、ちょっとストーリーでね、さっき練習とかしたんですよ。で、ちょっと分かりにくいけど、ちょっとやってみたんで、分かる範囲でやっていきたいと思います。で、まあ、これは普通にコントローラーですね。何でやるかっていう。で、キャラクターなんですけども、あれ？なんで使えんねや。ちょっと待って、一回持っていい？フリーバトルやった、これ。あ、フリーバトルじゃないね。こっちの方ね。ミッション、メインストーリーから。で、この最後のこの、なんか、これの間のやつはね、なんかね、ボス的かな？ちょっと使えないんです、最初。まあ、フリーミッションとチュートリアルでは使えますので、まあ、それでは、最初ね、試してみた方がいいです。この子が一番ね、使いやすいかな、今のところ。まあ、竜、ストリートファイターの竜っぽい感じのキャラクターですね。で、まあ、簡単に言うと、あ、そうそう、特集が右にもあるんですけど、こういう風に、こういう風にレンダーとかね、ガード系か、だって、これ、あ、ちゃうか、これ、こっちのキャラ。ほんで、まあ、簡単に言えば、Y で弱、ミドル、まあ、中が、弱、で、中が、B、X ちゃう、A が強、X が特殊行為ですね。で、これはこのままできましたね。これ、いきなり始まるのがちょっとね、ちょっとランドワンとか次行ってほしかったけど、いきなり始まるんですよ。もう始まりました。あ、ほら、あ、ちょっと上。まあ、前レンガで、ワードですね。これ、で、波動拳。待てた。波動拳とか、昇竜拳。敵ね、めっちゃ強いですね、最初。で、上のゲージが溜まると、来た。わ、超技が使えません、ね。ま、マックスで。おっと、あー、投げられた。LR どっちかで投げるね。わあ、敵強いな。敵強い。これが超技ですね。あー、ちょっと。下のやつは特殊、特殊のね、技のコマンドで特殊を使うと、まあ、ちょっと強力な技が使えます。下のゲージがね、消費します。あー、これ強いな。投げしような空中の。どこどこ喋るのも良い。動きがなんかなかなかね。あ、違うか。ああ、これよ。これが強い。あお。これ、使ってるか。あ、じゃあ、やめか。これ怖いな。基本このゲーム一応、アドバンシングアートか、まあ、結構いろんなシステムは一応あるんですよ。で、技も含めて、技は全員5種類あります。技ちょっとつながるよな。あ、待てよ。よし。あ、いいね。敵はね、強い。うん。コマンドの入りは、割と入りやすいけど、若干たまにドローの時は、あれ、ちょっと返しがね、早いんだよ。で、コマンドの本のつながりは、すごい良好。どのキャラクターでも、なんかいい感じ。ただ、あんまりのけ取るとかせえへんから、すぐ判定くらいやすい。でも、なんやろ。これぐらいがちょうどいいのかな。携帯とかやったらこれぐらいの、なんていうのかな。このコントラがやりにくいね。ちょっと。曲もいい。
あよっしゃ、あ、やばい、止めた、あ、泣け始めた、うわうわうわ、負けるんじゃん、おらおらおら、あ、どっち、あ、勝ったな、タイム勝ちか、タイム勝ちした、なかなかいい書き方がうまい、でなんかかっこよい、だコマンドのキャラがちょっとため系が多いかな、後ろためとかね、とか、うん、あだから急に始まる、敵がやっぱ、やっぱガード硬い敵、何でもこれ今後楽しみやな、この人がさ多分ドカンとか作り出したらさ、バージョンアップとか作り出したらすごいいいよね、これちょっとやっぱりオンライン対戦とか欲しいよ、あ消えるの、うわ消えるの、ちょっとキャラがまだ少ないから、でもコマンとか両方やし、これなかなかいい、いいね、いい、いい格闘ゲーム、最初ちょっと心配してたんだよ、一人で作ってるからスクールシリーズで作ったやつなんでとかって書いてあって、いやーちょっと心配してたけど全然そんなことない、すごい、安いし700円ぐらいかな、よし、ちゃんと格闘ゲームのことがちゃんと分かってる、分かってる作りしてる、なんかいいね、ちゃんとカウンター反撃がなかなかって、うわあー危ね、よしやってた、特殊の長打、あどっち勝ったな、いいよいいよ、起きた、ステージ3、最初この子、この右子をねちょっとピックアップする、お、チュートリアステージだ、この右の子がね割とため系、ためと連打系、あ、チュンリー、チュンリーって言うたら、チュンリー、ちゃんとストリートファイターをちょっと意識してるのかな、これが使えな、竜巻の、これが竜巻っす、あと投げ、あ投げが、あれで使ったもんね、たまにあの銃って下にあるやん、あれがね特殊で下がすとあのこう使えるんです、あとタイムがちょっと短い、体力はちょっと多いよな、体力がちょっと多いよな、ガードが硬いからかいで、終わっと、いいね、あのなんかジョジョっぽい動きが、あ出たもん、これがかっこいい、あっとやばい、わあすげえ、やばい負けた、あー負けた、あー負けた、負けてんな、強い、かわいい、だ
あ、使えるの。このキャラやっぱりこのキャラが一番使えるんじゃないですか。めっちゃバランス取れる。よし、当たった。青っぽい。ガリガリガリって、うん、なかなかいい。これちょっと触った方がいい。わかりやすいな。うん、触った方がいい。お、次のキャラクター来たね。このウサギの子で行こうかな。もしキャラなんかかっこいいの、刀持ってて。あ、待てた。あ、くそ。よし、いいね。じゃあ、で。お、いいね。あ、うわ。あ、じゃあ、てんか。あ、じゃあ、それでいいわ。それでいい。やっぱ敵はちょっと固めの作りやな。かっこいいやな。いや、この先の子にしようかな。やっぱり、ちょっと持ちキャラで。あ、間違えた。でも当たるから。星飛ばすの。あの、ちょ、よく言うと、なんていうかな、あの、コマンドの受け付けが早いんだ、ちょっと。だから、なんていうかな、全部繋がりやすいのはいいねんけど、多分波動拳の連打のやつで、あ、やばい。待てかい。あれやんけ。サマーセービスはいつの動くんけ。なんていうか、受け付けが早すぎるから、割となんか、コマンドゴリ押しでいけそうなんだ。負けるかもしれない、これ。あ、よし、ね、あ、やばい、これまずい。やばい、これまずいぞ。あー、そんな気じゃない。あ、やばい、これまずい。あ、まあ、よし。あー、負けた。うわ、いい線いってたな。ちょっとこの手でしよっかな、最初やから。わ、結構強いな、これ。どんな感じな。あ、キャラ選択なしなのね。オッケーオッケー。面白いな。あ、だ、そう、いきなり始まるやん。面白い。うん、やっぱいい。伝わってって気持ちいい。格闘ゲームがよく分かってる気がする。そりゃそうやろな。格闘ゲーム好き多分すべてやらっしゃる。こういうぐらいが。この動きは。これちょっとよく取りすぎてるかな。うん、僕はちょっと取りすぎてる。ああ、すげえ、跳ね返すな。うん、そういうシステムもちゃんと作ってん。うまいのは、多分、なんかね、昔風なのに、ちょっとアクシステムとかも新しいのね。逃げろ。あ、やばい。どっち？あ、負けてた。少しなんか強い。勝てる気せん。あ、いけるか。
まだやっぱ入りやすいのもあるな。で、キャラによって、特殊コマンドがあって、まあ、下のね、緑じゃなくて、下もう一つ下のゲージを処理して、特殊な行動もすることもいいか。例えばこの方は空中でダッシュとか、空中前後ダッシュできる。その方はゲージを処理するという。間違えて使ってもらった。あー、これはさ、これ良くないパターン。あ、やばい。あー、おい。そんな入り方でやばい。あー、ごめん、負けた、また。もう一回コンティニュー。ダメだ、勝てる気せん。いや、勝てるか。硬いな、相手が硬い。もうちょっとモフモフしすぎかな。まあそれがいいんやと思うけど、何ていうんかな、もうちょっとなんかのけぞるとか、そうそう、なんかね、復帰率が早い。今回ね、今週あれ出てたん、ベルセクのタートルズ、あれね、やってみたんやけど、何やろな、いや面白いんやで、すごく面白い。でもベアナックル、まあ、作ってからってベアナックルの人やけど、ベアナックルに比べると軽いのよ、すごい軽い。なんかふわふわした感じ、なんかね、カスカス感。でも面白いね、そんなに、まあ、あれぐらいがちょうどいいんかなと思うんだけど。え、ちょっと。これでもほんま楽しみ。なんか、続き出してくれたら絶対めっちゃ良くなると思う。ここまでできてたら満足。あとキャラクターもちょっと増やしてとか言って。あ、金返す。うまいな。すっくりやっといとこ。あ、やばい。あ、待っちゃうの、なんかでそれが出たって感じやでんな。かわいそう。あ、うぅ。あ、負けた。強い。あ、やばい。あー、やばい、これの勝たれん。いやー、出てもうたか。あ、ちゃう、なんで出た。よし、いいよ、いいよ、押して押して。いい勝負してる。あ、じゃあ、いや、なんか、あ、やばい、くそ、また負けたな。くそ、ちょっとボスまで行きたいな。敵が結構強い。ちょっと待って、神経路、ちょっと待ってよ、これはやばい。これから屈戦するじゃあかんな。セジョンか。でもいい難易度やな。曲がやっぱいいな。曲させるか、投げさせ。あ、やってもた。あー、ガーされたな。それはなんだな。やっぱガタイのな、あいつ。
よし、いいね。よし、いいよ。一回買ったから。あ、上にガードあれ、あんな、ゲージがいっちゃうねんな。よし、いいよ、いいよ。終わった。いやーこれまこれやっぱ敵強いね。あーこれあのなんか変なやらしい動き。あそうそうそれそれそれがね多分中段やからセカンド当たっちゃうのね。なるほど。あーいきなりか。あーそう。痛いやばい。わーっと。やばい、やめて、やめて。あうわーもう、そんな削る。あ、勝ったか。勝ったじゃん。え？嘘？勝ったじゃん。負けてた。うっせ。これやばいな。全然勝てない。マジか。勝ったじゃん、今。無理か。一個差で負けたか。お、なんか敵強いねんけど。お、跳ね返した。何今、あれなんか金返せる？あっかん。あーやばい。あかんな。詰められるとどうしようもない。あ、もうあれな、すごいな。ヘリのあれはちゃんと考えてんのか。考えてんねんな。減らんときと減るときと差があるから。あの、仕様なんや、多分な。まだ諦め。よし、よし入った。これはナイスだぜ。どっち？あー負けてる。うっそ。それでもあかん。強い。ちょっと待って。これまずい。ここで負けてるな。これはあかん。あー強いな。敵が強いぞ。
あー、当たらんかった。よし、出やすいの、連打のやつが出やすい。押して押して押して、わかった。ああ。よし、開いた。これ押すパターンでいけるんだ、多分。うわ、あんな変なカウンターで。やべやべ、あーうい。よし、入った。ああ、入った。これで押せた。やっと勝てた。よし、危なかった。あ、でももっと強なんじゃない。あ、どうキャラあんのか。このパンチ連打は前と連打する。前押しながら連打で。これも特殊もいけるんですか。一応、特殊もいけるんですか。あ、間違えた。意味なかった。これはなんか弱いな。あのゴリ押し戦法でいけるな。あの入っ、連打入ってる時にもう一回動画で。あ、はい、これわかんない。あ、わかんない。まだやってもらった。それじゃないのよ、これは。やばい、押されんねんな。あ、やばい、やばい。ちょっと和紙みたいなやつ入ってんな。後に出した方が押せれる。見て、お前。あ、ちゃ、いやー、出てもた。間違えて出んのな。あー、やばい、これ相手の時は両入んねんな、あれ。よし、あ、やばい、負けるかもしれない。分かった、分かった、分かった。いいね、危なかったわぜ。ボスまで行きたいな。入るかな、ボス。絶対おるやろ。あー、ボスおった。これか、最後ボス。最後ボスかな。こいつ、こいつがボスかな、一応。隠れキャグみたいな。あ、痛い。キャグ、ちょっと。ジャンプできた。やばい。はい、うわすごい。そんな激しい。うわすげえ、急に押してきよった。そんなことあんの。カウンターしたらすごい髪が当たる。うわうわ、入った。
したよ。強い、急に強くなる。コンボが激しいな。コンボが激しい、こいつ急に押してくんのな、すごい。なんかギルティギアっぽいな、押し合わせて。ハヌヘリ、こっから押してくるやろ。あ、いったな。これでも押す、これで押し切らなあかんな。よし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 。よし、いいね。カウンターして。あれかあれか。やばい。うわ、いや、ほら来た。すごい、こう。あー違うの。あ、でもよかった。キャンセル。あ、ごめん。あ、すごい激しい。あ、ピョータ。ちょっと、強いわ。急に勝負かけてきやがる。うわー、もうすごい。しゃあない、出ちゃった。あーおー、あーちゃう、あー出んかった。急に技を変えるか、なんか武器を変えさせねえな、多分。変な動きしよるな。こいつ強いぞ。うわ、強い、ひどい。どっち？あ、勝ってる。怖いな。怖い動きしよう。わ、あんな減らされた。わあ、強い。急に減り方が。うわ、強いわ。すごい本気出してくるな。間違えた。あ、いいわ、入ってる。ちょっと変え、一回変えて。あ、入ったよ。
あ、勝ったか。勝った、危なかった。見切った。勝っちゃったか、どうなんのやな。俺らスポーツ変わるんじゃないのな。おるんかな。終わったかな。終わったっぽいな。え？ちょっと待って。吹き飛んだ後。そんな風って。あ、エンディングか。ああ、終わったな。うわ、すごい。絵がいいな。絵いい。ああ、いいね。すごいいい感じ。お、やった、終わった。終わりました。あれ、ええこと忘れた。いやー、面白かった。うん、これほんまみんなやっとし、うん、ようできてる。その他は、うん、そうそう、ほんまに一人でなんかプロミラーのプチコンで、そうそう、作ったんですよね、これすごいよな。ちゃんと格闘をやり尽くしてからの多分やと思うので、なんかそんな感じの作りは、うん、してる。そういった感じかな。うん、なんかいい感じやね。曲とかもいいよな。すごい考えた。そうでした。まあ、今回以上ですね。もふもふ生成。ちょっと一回ね、やってみるけど面白いんで。以上です。グッでした。また見てな。じゃあねー。